どうも。時間が経つのが早すぎるのか、動画編集が進まない森としです。動きが遅いから時間が経つのが早いって？そうかもしれんね。年取ってるのって？もしかしたらこういうところで年を取ってるって実感するのかもね。意識して早く動きなさいって？そうなんだよね。もう意識しないと早く動けないんだよね。お腹もへこんで時間もできるって？一石二鳥だね。交流会の詳細は決まったのって？また後日交流会の動画を出しますけど、二次会までのお店が決まりましたのでご報告いたしますね。森都市の家でって、5、6人ならできるけど、さすがに交流会は無理だから。一次会は鉄板料理と馬肉寿司、個室居酒屋クイナ、豊橋駅店ですね。クイナでよくないって？クイナを知ってる人はいいけどね、多分知らない人もいるから。15時から17時まで飲み放題付き3500円です。おごりじゃないのって、おごれるわけないだろうがよ。お支払いは各自でお願いしますね。二次会は17時15分から原骨山で開催します。原骨山のお会計は全て終わった後の割り勘となっておりますので、よろしくお願いします。二次会の予約人数は適当に取ってありますので、二次会もすでに参加するよっていう方は随時連絡くださいね。ぜひぜひ気軽に参加していただけたら嬉しいです。まだ参加人数一人かって？さすがに一人じゃないぞ。今のところ10人ぐらいはおるからな。嘘言うなやって。10人は言い過ぎたかって。違うか、増えるかもしれんし減るかもしれんし、まだ皆勤賞の浮きさんが迷ってるからね。どうなることやらで。みんな来ればって偉そうに。まだまだ募集してるんで連絡待ってますね。話は変わるんですが、 FM 豊橋ヤシの実の生放送に出ることが決まったんですよ。モグも出たいって？モグは出せれないって。何言うかわかんないじゃない、生放送だからね。あんたに言われたくないって。今日はバンバン夜の5月21日の火曜日、体調崩せって？休んだら失礼だから、健康管理はちゃんと整えるから。電車止まってしまえって？それはやばいな。じゃあバイクで行くよ。バイク壊れてしまえって？それもやばいなって。発言が極悪だな今日。一人だけずるいぞって？へへー、
いいだろう。で、5月の21日19時からの15分間みんな聞かないでって、 FM プラプラアプリでも生放送しか聞けないそうですので、よろしくお願いしますね。面白くないから、面白くないかもしれないけど、みんな聞いてよ。ぜひぜひオフ会の件とラジオの件よろしくお願いしますね。ダメですって、子供か。じゃあゆっくりとご覧くださいね。銭形平次って五平餅ね。五平餅ね。五平餅なんだって。肉巻き団子250円、口八丁って、八丁味噌味ね。肉巻きおにぎり250円、ジュノンボーイって、俺がジュノンボーイに選ばれたいわって、違うか、ジュノベーゼね。女ったらし80円って、女ったらしは俺だから。みたらし団子ね。ホテル100円って。ホテルが100円だったら俺が泊まるわ。ポテト100円ね。